はい、今回は十段戦の、準々決勝ですね、藤沢さん対佐田さんの一戦を見ていきたいと思います。はい、藤沢さんの黒番ですね。そうですね、昔はこちらからかかるっていうのはね、あまり、いい評価はね、されてなかったと思うんですけどね、硬い方からかかるっていうことでね。でも今はいろんな考え方が増えてきましたよね。打ち込みから激しいですね。はい、で切っていって、そうですね、つなげば穏やかですね。つなぐと、まあ、形的にはコスミとかになるんでしょうかね。はい、こうやって、まあ、白もこちらとか、何か打ちましてね、一局だと思うんですけど、これはまた読みが必要ですね。はい、これはこの石が相当弱いんですけど、あれですね、黒も続けて打たないですし、何かね、こちらなんか打つのが目につきますけどね。まあ、どう打つのか難しいですけどね。まあ、ただこうね、いつでもこういう手があるっていうことですけど、でもこれ打ってもらうと、こちら打ってね、まあ、こちらにもね、少し援軍がなるというかね、抜くかもしれませんしね。はい、またここですか。これもまた、お互いちょっとあれですね、違うところに。はい、こうになりまして、はい、一応振り返りみたいになりましたけど、そうですね、黒はこちら打てばこれ取れそうなんですけどね、4飛車取れそうなんですけど、まあ、こっち打たれてしまいますよね。なので全体的にはちょっと黒儲かってないかもしれないですよね。あ、これでも取れるんですね。切る手はないと。こうやってて取れるんですね。まあ、だからつなぎで打てたんですね。ただこちら打たれるのでね。二間で大体これ取り切りましたかね。いや、非常にあれですね、複雑な碁ですね。いや、お互いなんか手を抜き合いのね。これはどうなってるんでしょうか。一応しのぎましたかね。すごく振り変わりになってますね。局面がすごく動いてますよね。ああ、これがそうですね、良かったかどうかですね。持ち込みになってて、だいぶ損な手ですからね。そしてこの黒がどうなってるんでしょうか。またこうでしょうか。はい、またこうになりましたね。ここに打って、はい、これで取ったと。はい、これに対して
これで取ってこうやって振り返りですね、またね、この石とこの石、はい、でここをさらに動いたと、はい、また振り返りみたいな感じでしょうか。これはまたどうなってるんでしょうか。すごくこんなにね、局面が動くっていう碁も珍しいですね。いや、もう目が回る展開ですけどね。はい、これは何なんでしょうか。地合いで、まあ攻め合いは勝ってますよね。あ、攻め合いが負けてるんですね、これ。123って12、あれ超えれば勝ってますか。攻めは勝ってるんですけど、ここが黒地で、ここが黒地、ここが黒地で、ここが白地。これで、あ、これが今、この石がね、取れてないっていうことになってますから、どっかこう入れ、お互いに手に手入れましょうかね。ああ、非常に微細ですね。8目。これで、白番ですから、つなぎとかになって、4、これで、おそらく、ここで、投了ですから、こうなって、こうなって、つなぎとかでしょうかね。で、まあ、ここに、お互いに手入れたとして、形勢判断。そうですね。ここで黒番で4目差でしょうか。まあ、この辺りの境界線がどうなるかですけど、まだ非常に細かく見えるんですけどね。いやー、これはこんなに展開がね、変わる碁も珍しかったんじゃないかなと思いますね。いや、非常になんか、チャンスもあったんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあ、それではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい。それでは、失礼します。